民間の運営による世界初の商用原発であるシッピングポート原子力発電所の原子炉容器原子炉圧力容器とは原子炉の炉心を収めた状態で内部の圧力を保持する容器である原子炉圧力容器は炉心の入れ物であり内部の高温高圧に耐えながら外部との間に冷却剤を流通させるおおむね円筒状をした鋼鉄の構造物である圧力容器の役割には 原子炉の五重の壁の一つとして、炉心で発生した放射性物質及び放射線が、炉外に漏れないように確実に外部と遮断し遮蔽することも含まれる。原子炉容器と呼ばれることもある。蓋や揚げ蓋、状況と呼ばれる上部の圧力容器外と、容器道や胴部と呼ばれる圧力容器本体とは、円筒部の上端で多数のボルトによって締結されており、 必要に応じて開口できる。圧力容器の蓋、または底部のいずれかには制御防駆動用の棒が貫通する複数の穴があり、側面にはいくつかのノズルと呼ばれる冷却剤の流路が開口している。また測定器用の穴も各所に開口している。蓋の上端にも空気抜き用や冷却用の穴がある。一般的に重量は円筒部の下端付近の支持スカートで支えられる。 圧力容器内面には多数のブラケットが取り付けられ一般的にはステンレス鋼やニッケル系合金の打ち張りがなされている圧力容器内には炉芯と炉芯を支えるための支持構造のほかに冷却剤を循環させるための流路やその関連装置などの炉内構造物が収められている圧力容器を構成する主な材質は高温高圧に耐えて耐食性に優れ冷却剤と 化学反応を起こさない、中性死傷者によるモロ性破壊の影響が少ない、または、それが予見できることが求められ、おおむね厚さ15から30センチメートルの鋼鉄が使用される。形状は、原子炉の形式の違いによって多様である。軽水炉でも沸騰水型原子炉と加圧水型原子炉では、圧力容器の設計は異なる。 沸騰水型原子炉の圧力容器の耐圧設計はおよそ90気圧である。沸騰水型原子炉の圧力容器は100万、キロワット級で高さが約22メートル、内径が約6.4メートルある。胴体部は円柱状のステンレスの塊をくり抜いて、円筒型とし、数個組み合わせて溶接する。上下の半球部分はそれぞれ状況を、下境と呼ばれ、下鏡は、 胴体部に溶接される。溶接後全体が一度に熱処理される。状況はヘッドとも呼ばれ、燃料走過や定期検査での燃料交換で解放できるように、円筒部にボルトで固定される。圧力容器には配管との接続部分であるノズルが溶接されている。主要なノズルには給水ノズル、最循環出入口ノズル、主蒸気ノズルがある。その他に、 圧力容器底部ドレン配管、放散水注入と圧力容器内圧の検出を兼ねた配管、圧力や水位の軽装配管などがある。また、圧力容器底部には制御防駆動機構用のスタブチューブ、中性子軽装ハウジングの溶接部分がある。これらの溶接部分は建設時に圧力容器を据え付けてから行われる。沸騰水型原子炉では、 圧力容器内部で蒸気を発生させるため、上部には蒸気関連設備が設けられ、制御棒は圧力容器の下側から炉心に挿入される。圧力容器内は、上部には、気水分離器、蒸気乾燥機が設けられ、中央部には、炉心シュラドと呼ばれる、円筒状の構造物が設けられていて、圧力容器の中で水の流れを分離する、仕切り板の役割を果たすべく、 露心とその周囲を取り囲む二つの区画に分けられていて、露心シュラウドの外側を通って、圧力容器下側に達し、方向を上向きに変えて、露心シュラウド内側の露心を流れ上がり、上部の気水分離器を経た後に、どちらのルートをたどってもいずれは、露心シュラウドの外側に向かうというスムースな、流路形成を実現している。初期の圧力容器には書いていたが、 BWR-3 型の露形式から、ジェットポンプと呼ばれるパイプ状の構造物が追加され、露心シュラウドの外側の仕掛けモテーが完全に仕切られた構造に加えて大きく手が入れられて、LOCA 対策に備えられた。露心シュラウドは、汽水分離機、蒸気乾燥機の支持機構を兼ねていて、圧力容器の下部には、制御妨ガイド、制御防ハウジング、 炉内中性子軽装ハウジングなどが設けられている。炉心で発生した蒸気は、気水分離器、蒸気乾燥機を経由して、圧力容器上部の蒸気出口から蒸気タービンに供給される。タービンを回した蒸気は、複水器で冷却されて液体に戻り、給水ポンプによって、シュラウド外側上型に位置する給水配管から、再び原子炉へ供給される。 気水分離器で分離された液体の方はそのままシュラウド外側へ振り向けられる。使用済み蒸気が戻された冷却剤と気水分離で戻された冷却剤に露心シュラウドアウタープール株から導かれて最循環ポンプで加圧された最循環系の水をジェットポンプを介してフローブースターとして機能させるところがジェットポンプのジェットポンプたるゆえんであり、その水流はジェットポンプを駆動する。 側の路循環水量の3倍とも4倍とも言われている。底部が完全に仕切られた構造であることに加えて、ジェットポンプの水の合流点が、路心シュラウドアウタープールの比較的上部にあるため、最循環系の破断事故が起こった場合にも即座に、全冷却剤喪失には至らないとされている。改良型沸騰水型軽水路では、インターナルポンプの採用により、 最循環ポンプジェットポンプが廃止されている。加圧水型原子炉の耐圧設計はおよそ175気圧以上である。100万キロワット級加圧水型原子炉の圧力容器は高さ約13メートル、内径約4.4メートル。加圧水型原子炉では蒸気は圧力容器外の蒸気発生器で発生させるため蒸気関連装置が 圧力容器の上部に必要な沸騰水型原子炉と比べると容積は小さくなる。そのため、圧力容器内には、主に炉心と炉心を囲む、炉心層、炉心バッフル、燃料集合体の支持機構だけとなる。制御棒は、圧力容器の上部から炉心に挿入されるので、揚げ蓋には、制御棒ハウジングが取り付けられている。上部側面の入り口ノズルから、 圧力容器内部に供給された一時冷却剤は、炉芯バッフルの外側を通って、圧力容器下側に達し、方向を上向きに変えて炉芯に流れ込み、炉芯の熱を受け取って、圧力容器上部の出口ノズルから蒸気発生器に供給される。二次冷却水と熱交換した一時冷却水は冷却剤、循環ポンプによって、再び原子炉へ供給される。圧力容器の形状が、 カプセル状になっていない原子炉にはかつて東海発電所のガス冷却炉があった。圧力管型原子炉は炉心を大きな容器に一括して収めるのではなく個々の燃料集合体を圧力管と呼ばれるパイプ内に設置し、この圧力管を多数集合させて炉心とする形式の原子炉である。個々の圧力管がそれぞれ圧力容器に相当する。この形式の利点は 圧力管の本数を増やすだけで原子炉を大型化できること、及び原子炉運転中に燃料交換が行えることで、圧力容器型原子炉では原子炉を止めて揚げ蓋を開けない限り燃料交換はできないが、圧力管型なら燃料を交換する圧力管への冷却剤供給を止めれば交換、可能となる原子炉全体を止める必要がないため稼働率が向上する。 一方で、多数の圧力管の製作、保守にかかるコストは高く、圧力容器型に比べた場合の欠点となっている。この型の原子炉としては、冷却剤の流れが水平方向の CANDU 炉、圧力管がカランドリアタンクを上下に貫通する新型転換炉、ロシア型黒煙炉などがある。潜在リスクとしては中性死傷者による圧力容器の税化問題が指摘されている。 原子炉を運転することで圧力容器に中性子の照射が続くと容器は徐々に脆くなり、脆性繊維温度が上昇していく。この現象の問題点は冷却剤喪失事故時などに緊急炉心冷却装置を作動させ容器内の圧力が高いまま大量の冷却水を注入した際に容器に大きな熱衝撃がかかるため小さなクラックから一気に割れが生じる。 危険性があるというものである。そのため、各圧力容器には、容器材料と同じ材質の試験片が配置されており、定期的に取り出してその状態をチェックし、資源エネルギー庁に報告している。しかし縦野によれば、初期の圧力容器の温度上昇が著しいことをデータを交えて紹介している。初期の圧力容器では、当時の未成熟な製造技術のため銅などの不純物が、 比較的多く含まれており、製造技術の改善が原子力開発と並行して進められた。なお、影響としては、容器の肉厚が厚く、燃料集合体との距離が小さく、使用圧力の高い PWR において、よりその影響が顕著であるという。小平つねは原子力工業にて、製造年代による、 不純物眼油量の変遷を提示し1967年製造の圧力容器で平均0.2%あった銅の眼油量が1973年には0.03から0.04%に低下しているというアメリカでは1974年に銅の眼油率を0.1%以下とする規制が導入されている VVR e 用の圧力容器では 銅の他輪の含有量も多く、この税価を回避するため、圧力容器内に電気ヒーターを入れて、最小丼を実施しているが、桜井厚氏は、原発のどこが危険かにて、西側では実施されていないことを指摘しつつ、下記の問題を挙げている。桜井は、これらを根拠に、同経路の危険性を指摘し、小動に代わる安全策として、西側諸国の外交圧力で運転を中止させる。 ことや外側の燃料集合体の一部をステンレスに置き換えた特殊な燃料集合体を使用することで高速中性子を減少させることなどを提案している。ありがとうございます。